局とそれを市統合本部の事務局が改革案を作って最後揉めたり、最後決定するときに、松井知事と僕のもとに上がってくるというようなそういう仕組みにしてますから、まあ、以前のように僕が各局と話をして各局のいろんなところを矛盾点をついて改革案を一人で作り上げていったというそういうやり方はもうやりません。僕市統合本部に基本的にはまあ進め方の方向性とかそういうところをしっかりとこれは統合本部で政治決定をしてその方向性に向かって組織で動いてもらうという形にしていきます。関連してもう一つなんですが、府市統合本部ができて、WTC で、オフィス構えられたとしたら京北さんはちょっとこちらと行き来するような感じ。わかりません。それはもう組織で一番やりやすいように考えてもらえればいいので、僕自身は政治決定するときには WTC に、伺って松井知事の下で決定をしますけど、事務方がどう動くかもうそれは組織が考えればいいことですから。産経新聞の西村です、はい、よろしくお願いします。大阪都構想の特別自治区の区割りと、財政調整の方法なんですけれども、一部市議会会派からその早く出してほしいという声も上がっているんですが、この2年後の住民投票に向けて道筋をちょっと改めてお伺いしたいんですけど、それはだから大阪都構想の推進協議会、これは議員さんも入ったですね、政治決定の場でまさにそこで詰めていくことですから、これから始まるわけですよ。だからこれ区割りを出せとか財政調整制度を作れとか言いますけどもね、もともとだって推進協議会だってこれダブル選挙までは反対だったわけです。でもダブル選挙が行われて民意の結果が出て一歩前に進んだから推進協議会についても前向きになった。だからこの場でこれから議論をしていくわけですね。これね、本当に学者とかそういうような責任の無責任な学者とかコメンテーターが先に区割りを出せとか財政調整制度を出せって言いますけど、こんなのはもう一番テクニカルな行政の知識を持って臨まないといけないね、一番難しいテクニカルな制度のところであってね、方向性を決めたらその方向性の中でその行政職員専門家が制度を作るというのはこれが政治と行政のプロセスですよね。区割り議論にね、これ区割り議論を持ち出すというのはそもそもその方向性を否定する常套手段なんです。選挙制度見てください。選挙の国会議員の数をね削減するとかなんとかって話になった時にまず削減するということを決める前に区割りの話をしたらだから揉めるでしょ。区割りなんかやりだしたらそれはね2年も3年もかかるんですよ。だからその間に結局国会議員の定数削減といいますか1票の格差是正の話も、ね、進まないわけです。で今今度国の出先機関改革で国交省が何やろうとしてるか、新しいなんか体制を作ってね、広域連合に出先機関の事務を委譲するんじゃなくて新しい広域実施体制を作ってそこに事務委譲するよと、まあ、僕はそれ同州制につながるんであれば僕は検討の余地はあるかなというのを思ってるんです。その新しい広域実施体制の長は直接選挙で選ぶっていう、まあ、そういう仕組みにするというふうになってますから国の関与の部分をしっかりと断絶していけば ある意味同州制につながる案にもなるのかなと思ってるんですが、そこで乗っかっちゃったらダメなんですね。ああいうことをやって次どういう議論が起きるかというと区割り案になるんですよ。じゃあどういう範囲で広域行政の実施体制を組むのかというこの区割りの話になるとですね、三重県はどうするんだ、福井県はどうするんだ、これは関西なのか中部地方なのか北陸なのか、これでまた議論が頓挫して、前に進まない。同州制議論の時もそうだったんですね。まずは方向性を決める、同州制やるのかどうなのか、出先機関の異常やるのかどうなのか、国会議員の定数は何名減らすのか、一票の格差を是正するために大体何名この辺りの地域で国会議員の数は総数としてこうしなきゃいけないとか、その方向性を決めたらあとは大変かもわからないけれども区割りの話に入っていって、区割りでね全会一致なんてありえません。大阪市民の皆さんの260万人市民で全員同意を得られるなんていうのは無理です。だから決定できる民主主義のもとに最後は多数を得るようなそういう案を探っていく、これはこれからの段階ですよね。だから推進協議会で、複数案作って、そして住民投票にかけながらですね過半数得られる案を確定していくというのがこれが政治と行政のプロセスですね。以前その広北町同士である程度そのブロック割を考えてほしいとおっしゃってたと思うんですけれども、そこも一つその区割りの原型になるという理解でよろしいですか。だって推進協議会という政治決定をやるときにね、公選職がそんな行政の案なんて作れないわけですよ。僕らにはそんな知識もないし、
これは行政部がやらなきゃいけない。だから府市統合本部もあれは行政の部門ですよね。だから改革案とかそういうものは府市統合本部で作る。しかし最後政治決定するのは推進協議会で決定するという構造ですから、その区割り案についても権限と責任を持った区長が、24区長が常に話し合いをして、どういう形で役所を、区役所を再編していったら一番事務効率がいいのか、住民ニーズを組み上げることができるのか、これは24区長が1年ぐらいかけて案を作りながら、そして推進協議会の方でも議論してもらって最後決定するというプロセスになります。もう一点、人事道についてなんですけれども、総務局付け、その、待機とした理由なんですが、これはその市長が以前政治活動をしている市職員がいるとおっしゃっておられた、そのことと関係はあるんですか？皆さんの組織でも、これもね、メディアの皆さんもまず人に質問する前に自分の社長に聞いてもらいたいんですが、人事異動についてそういう理由をね、組織上出すのかどうなのかというところですね。人事異動についてはね、基本的には理由っていうのはその組織のために一番最適な人事をやりましたっていうところが理由であって、それ以上のそれ以下でもないというのが人事異動です。人事部に聞いてみてください。その待機にするという意味についても特に同じです。大阪市役所が一番稼働しやすい、市民のために動きやすいような人事に今回はしたという、それ以上でもそれ以下でもない。人事異動と関係ないんですけれども、以前その政治活動をしていると批判されておられたんですけれども、今その市長になられて実際にそういう職員がいたという認識ではいらっしゃる。総務局長には辞めるリストを上げてくれと言いました。潔くね、それは辞めるという職員もいるでしょうと。だから誰が辞めるかリストアップしてくださいと言ったらゼロ回答でした。それが役所というものなんでしょうね。区長時代もなんやかんや抗議してきて、辞めるだの辞任するだのいろんなことを言ってきた職員誰一人辞めてません。辞めるって言ったら辞めたらいいんですけどね。はい、工業新聞の吉岡と申しますけれども、はい、国際戦略トップについてなんですが、産業政策は松井知事の主導と思っていると思うんですけれども、はい、まだ最終決定ではないんですけれども、見送りになる可能性もあるというような報道もありますし、橋本さんが産業政策の目玉としてトップも掲げられていた中でですね、そのについての見解ですとか、もし見送りになった場合、代わりのその計画アイデアなどはあるのか。ただ国際戦略総合特区についてはまだ決定が22日ですからね。あれ報道で出たのは朝日新聞だけでしょ。であれは規制改革省委員会か何か の民主党さんの方の委員会の方の話を持ってああいうふうになってますけども、実際に選定しているのは行政サイドの方で、政府の方が選定委員会でやってますんで、ね、そのあたりはまだ結果が出てからということだと思います。今ここでジタバタ動いても仕方がない。22日に結果が出るということも聞いてますから、それを見てから考えます。で松井知事の下でというふうに言いましたけど、決定権が松井知事にあるというだけでも、行政組織としては大阪府庁、大阪市役所の組織フル稼働してもらいます。今回政策企画室長には経済局長の萩田さんに来てもらってますんでね、そのあたりしっかりコントロールしてもらって、今までの大阪府庁、大阪市役所、僕も知事時代やってましたけども、もうエリアでバラバラなことやってましたしね、知事としては大阪市内のことは無関心だったっていうところもあるし、無関心というか無関心にならざるを得なかった、そこはもう別の国なんだっていうようなそんな意識もあったから、もうそういうことはなくして、府市合同で、産業政策打って出ていきたいですね。打ち立てたいですね。あと何人ですかね。あと何人いらっしゃいますかね。 1,2,3 もう手を挙げてもらった方でいいですか。 1,2,3,5,6,7 じゃあ質問も回答もそれに合わせます。じゃあ今の方を最後バッと見てください。テレビ朝日のメディアステージの山口です。はい、よろしくお願いします。今日のですね、今日からの東京行きのことで伺いたいんですが、前原さんたち各党の幹部とお会いになると思います。そうしますと、挨拶回りとおっしゃってましたけど、現実にはやっぱりこれ都構想に関しての話し合いが出てくると思います。この中で、橋本さんの中で今どういう戦略をこの2泊3日の中で描いていらっしゃいますでしょうか。古田さんに3日間の間でって言われてスケジュール調整一生懸命やったんですが、ちょっとなんか難しそうで本当に申し訳ないということをお伝えいただきますけど、また次の機会で、ただこれ2泊3日で
本当に市長就任の挨拶ですから、ね、これ繰り返しになりますけど、僕は市役所所長ですからね、あの国のことに関してどうのこうの言う、またそんな出過ぎたことをやる立場ではないってことも自分でもわきまえてるつもりなので、もうそこはもう本当に市長就任でよろしくお願いしますだけですけど、ね、仮にそのみんなの党が作っている法案を賛否を問うということは考えられますか、そこの場どこですか、今回の東京行きの。いやだから市役所所長ですか、はい、もうそれはみんなの党さんが出されたことはまた国会議員の皆さんで、やってもらうことになるんじゃないですか。橋本さんの中でやっぱりこれは大阪市長になっただけではなくて沈没寸前の日本を変えたいという思いは当然あるわけですよね、うん、そうすると今回の東京行きというのはやっぱりそこへのですね各党の動きとか反応とかを探ることにもなるのではないでしょうか。まあいろいろありますけどもね、そういうことはあまり口に出さないもんなんじゃないでしょうかね。はい、わかりました、はい、ABC 岡山です、よろしくお願いします、はい、小と大阪とよく言われますけれども、はい、大企業の多くが実際に東京に流出しているという現状についてどうお考えでしょうか。どちらにですか、東京に。東京に、うん、もう東京に流出しているだけじゃなくて、もうアジアに、中国に、東南アジアに流出してしまってますんでね、はい、だからこれをどう抑えるか、どうこの大阪関西に、引き止めるかっていうのがやっぱり一番のポイントですね。もうこれもね、無責任な学者はね、成長を望まなくていいとか、もう今のこの現状の中でね、のんびりやっていけばいいじゃないかっていうね、本当に国立大学の教授だけあれ税金で飯食ってるっていう感覚はないんですね、彼らはね。のんびりなんかしてたらね、今の大阪府民のあれ何分の1でしたっけ、 35% でした、200万以下とかいうのはね、所得で、とんでもない状況なんですよ。学者はあんなもう学生相手にね、気楽ご気楽な授業やってて何百万か何千万か給料もらってるのか知りませんが、もう府民市民はね、本当に今大変な状況になってるわけですから、なんとかその企業の流出を食い止めて、むしろ流出を止めるだけじゃなくてこっちに呼び込んでこないとねダメなんですね。まあ、そのために、まあ、今まで大阪府大阪市がバラバラにやってた成長戦略も一本化して、大阪府庁大阪市役所というね優秀な職員が一丸となって、この成長戦略を実現していけば、まあ、少しでも食い止めることができてね、むしろ呼び込むことができる、その人物金を呼び込むことができるんじゃないかという、まあ、そういう思いですけどもね、これもやってみるしかないです。今までのやり方でダメだったんですから、だからもう対処療法じゃなくて一から作り直したね、この新しいこう統治機構府市統合本部っていうね、今まで100年間府と市がバラバラでやってきたことを一体となってやるっていうことで一回挑戦したいですね。もう一点お聞きしたいんですけれども、はい、任期4年間最後まで務め上げる時もお話ありましたけれども、市民一人一人の暮らしが具体的にどう変わるのか、現段階でこれは約束できるということがあればお答えください。いや、それはよくしていくしか言いようがないですよ、まだ今日初日ですよ僕、はい、ありがとうございます、はい、むしろね、よくしていくっていうことはもちろんそうなんですけども、僕がやっぱり軸を置いてるのは住民の皆さんに選択してもらうってことなんです。高度成長時代のように財源が無尽蔵に増えていくわけではありません。高度成長時代のようにね、住民の皆さんに何でもかんでももうやりますよやりますよなんてこんなこと言える時代じゃないんです。限られた財源の中で住民の皆さんに選択をしていただく、だから今回大阪都構想というのを打ち出して区長を公募制にして区長を選挙で選ぶというこの仕組みを打ち上げたのはね、これまでのように抱え込んだこの富をね、みんなで揉めることなく分配するというそういう時代ではなくて、限られたこの富をどうやって優先順位をつけて、自分たちでこう選んでいくのかって選ぶ時代になってきましたから、だからそういう意味でね、住民の皆さんの生活を良くしていくことにはもちろん力を入れていきますけど、住民の皆さんに選択してもらう仕組み、決定できる、そして責任を負ってもらう民主主義というところに僕はこだわって、市役所の組織を作り変えていきたいと思っています。ありがとうございます。すみません、神戸新聞の三島と言います、はい、すみません、短く2点だけお願いしたいんですが、1点目は指定都市市長会のことについて、まあ、これから大阪市長として参加されることになると思うんですが、まあ、神戸市長も含めて特別自治市の創設を国に要望するというような考えの方が多数いらっしゃる中で、都構想となかなか噛み合わない部分もあるとは思うんですが、そのあたり市長会での立ち回り方どのようにお考えなのかということを聞かせていただきたいというのと、もう1点、これ維新の会としてのお話なんですが、先日松井知事がです
ですね、あの来年の、京都市長選と再来年の神戸市長選には維新の会からは候補者を立てないと、いうことをおっしゃっていましたが、あの、まあ、候補者を立てる立てない、もしくはその同じような考え方